どうも、吉江さん。非常識は新しい常識の始まりということでいかがでしょうかあのね、常識とはちょっと違ったエピソードになるかもしれませんけども、あの、私がね、あの、中学か高校の頃にちょっと憧れていた漫画家さんがいらっしゃるんですよ。ものすごくマイナーな漫画家さんなんで、まあ、どなたもご存じないと思いますけども、私もね、その人の名前すら忘れてるんですけども、その漫画家さんっていうのは、 自分の、えー、幼い頃をね、振り返ってこんなことを言ってたんですよ。小学生の頃に自分が描いたイラストがね、ものすごく人気であの、いろんな人にイラストを頼まれたらしいんですよ。で、イラストを描いて、途中からね、1枚100円で売ってたらしいんです。それでも100円出して、こう、 クラスメトとかに売れてたらしいんですよそれが小学生の5年生とかのことだったらしいです。小学校5年生で紙にイラストを描いて100円でポンポンポン,ポン売れるみたいなね。まあ、そうするとね、まあ、先生とか親とかに怒られてお金を返しなさいみたいなことになったらしいんですよ。で、中には絵もね、返しなさいとて言われて返して100円返すみたいなことが行われたらしいんですよね。まあでも、その人は納得できないってことで、 まあそのまんまんねあの一生懸命絵を描いて、まあ、お金をもらうかもらわないかもね、えー、その後はすごく曖昧になってしまったんだけども描いた絵を、まあ、渡すことはやめなかったらしいですよ。である時ね中学の頃にそのまま進学してだいたい同じ顔ぶれで中学行くわけですよ。で同じようにイラストを描いてあの、まあ、人に渡していくお金をもらうっていうのが。 まあ、ある時は続いたり、ある時は鳴りを調べたりしたらしいんですけども、うん、ある時ね、だからその雑誌に投稿したら、まあ、その人のイラストが載ったらしいんですよ。で、イラストが載ったその雑誌がね、あのものすごくこう嬉しくって、普段絵を買,いあの買ってくれてる友達とか、受け取ってくれてる周りのファンの子に教えたらしいんですよ。 雑誌に載ったよって言ったらそしたらその友達は雑誌が300円ぐらいしたらしいんですけどもその雑誌を買う人が多かったらしいんですよでその時思ったらしいんですよ「あれちょっとおかしいぞ」と僕はイラスト1枚描いて100円って言って手渡してもらうことを怒られたけどもでもその自分のイラストが雑誌に載ったらその雑誌を買うことは怒られないな でも冷静に考えたら友達は300円の負担をしていろんな人を儲けさせてその雑誌を買ったけども欲しいのは僕のイラスト1枚なんだよなだったら雑誌を交わすんじゃなくて直接僕が書いた絵をね一人一人にあげた方がいいじゃないかと思ったんですよ世の中おかしいぞとなんで雑誌を買ったら文句言われないんだろうこっちの方が余計なものをお金を払ってね 結局自分の絵を買ったのと同じじゃないかみたいなね、うん、でまあ翻ってね今ね平たく見てみるとあの、まあ、多分ね小学生とか中学生の頃に自分で商売をして友達に何かを売るみたいなのはねやっぱりこう還元されないとは思うんで,すよでも理屈を考えてみるとおかしくっていやでも 小学生だろうが中学生だろうがお金を払って誰かから物は買ってるよね。でお店に並んでるものを買うのはよくってお店に並んでない C2C C って言いますけどね C2C C は何か怒られるみたいなのおかしいな私もだから思うんですけども幼いうちにその人に売れるもの周りの人に売れるものを作れるセンスってのを止めるべきではないよね。 ともすればその小学生とか中学生が描いたものとか作ったものがまあ世の中とかね大人に売れてるわけじゃないですかこの才能を積んでしまう可能性もあるよねとまあその方はねあの有名どころじゃないにしても漫画としてデビューできたんでよかったですけども自分の描いたイラストは売っちゃいけないんだっていう風な先人感を植え付けられたらねそれこそ 常識の犠牲者になってしまうのかななと思うわけなんですよ、はい、それでね非常識は常識の始まりっていうことなんですけどもんやっぱりこう珍しいことをする人ってそんなん常識ないよねって言われるけどもファーストペンギンギですよ、ね、その珍しいことをした人から学んで「あ俺も俺も」みたいな感じでやる人が増えていくと今度はそっちが常識になっていって。 未だにその新しいことを取り組めない人は時代遅れと言われてねこれそっちが非常識になるみたいなだからなんですよ民主主義っていうのは少数派が多数派に変わっていくことを指すらしいんですよねはい、ということで終わりいってらっしゃい